早速まず材料、あれあいつは開いた玉ねぎさんでですね、今日なんとですね、私フライパンを忘れてしまいましてですね、はい、残念なことが起きて、雨が強くなってきてる。地獄かこれは。ちょっとこの髪の毛が邪魔だ。髪の毛をこう押して、お、止まった。風で止まりました。で、最近ですね、野菜を全然取っていなくてですね、私、はい、なんとですね、残念なことに、うんちがちょっと思わしく出ていないんで、こんにちは、はい、うんちの出が思わしくないので、こちらアトリエドフロマージュ、飲むヨーグルト加糖、これでね、便通を良くしていきたいなと。今日はこれを飲みながらやっていこうかなと思いますけどもね、よろしくお願いします。いただきます。おー、うめ、しみるぜ。はい、ということでね、玉ねぎをやるんですけど、包丁とまな板の代わりになるもの、何か必要ですね。包丁はまずありますけど、まな板の代わりになるもの、よいしょ、まな板の代わりになるものを何かちょっと探さないと。はいはい、包丁でございます。包丁ですね。包丁と、まな板の代わりになるもの、これ代わりになるだろう。はい、このお皿、このお皿の上で切っていきたいな、紙皿の上でね、今日は切っていきたいなと思っております。はい、ああ、もうフライパン結構いい感じに引っ、うわ、ジュージュー言ってる、バカバカ。はい、ということでね、玉ねぎ、今日は、え、なにこれ、なんか汚ねえ、葉っぱみたいなのがついてる。はい、さよなら、玉ねぎさん。はい、うわ、ちょっともうちょっとガッツリ、うわ、中の芯が、これ悪い若い玉ねぎだな。中の芯がまず緑の、俺の大嫌いなとこがマジ緑、見てほらマジ緑、選び方完全にミスりました。僕てかもう残りが少なかったんですよね、残りが少なかったんで、もうこれしかなかったですけど、まあ相変わらずね、僕の包丁さばきはうまくなっていかないですけど、まあそこら辺はね、ご愛嬌ということで、ちょっと、うわうわ、はい、玉ねぎさん、もうこの時点でもう分かったプロの方々いますか。はい、これ何を作ってるのか、え、何、中が緑なの、そう、若いんですよ、多分若すぎるんですよ。若いのと、もう一個あんまり芯が良くない、いい玉ねぎじゃないっていうことですね、これね、分かんないですけど、いい玉ねぎかもしれません。はい、はい、皮のね、人たちね、さよならってるんで、はい、僕はね、このね、毎度毎度玉ねぎを使うときは、僕毎回毎回言っておりますけど、この僕、芯の玉ねぎのこの芯のね、この部分が僕は本当に嫌いなんですよ。うわ、こんなに使える部分が少なくなっちゃった。うわうわ、悲しい。玉ねぎさん、芯のところ僕苦手なんでね、本当に本当に苦手なんで、これ残念ながら、くせ、わわわわ、もう、あ、ちょっとこれ、中の芯のところ、さよなら、芯のところ、はい、さよなら、もうこんだけになっちゃった、こんだけになっちゃったんですけど、はい、玉ねぎ選びでね、こう見せるとこういうことになるんでね、皆さん気をつけてくださいね。はいはい、できた。はい、これね、わあ、ちょっとこれ4つ、4等分にしちゃうとめんどくさいんだよな、これでも。あ、でも別にいいか、今日みじん切りだったから、そんなになんかあれする必要なかったな、まあいいか、うん、うん、もうちょっとよくわかりません。はい、おお、うわー、やばい、これ髪を切っちゃうわ、うまいことやらない、うまいことやっていかないと、髪を、
髪を切っちゃいます。はい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 、よいしょ、はいはい、ちょっとこれみじん切りもうよくね。おなんだこれ、こんなとこまで滑ってきてた。全然意味ねえじゃねえか。気がついてなかった俺みじん切りに。おい誰か教えてくれや。なんか鍋が滑ってきてますよ。玉ねぎ1個でよくね。玉ねぎ1個でいいべ。あこいつ火にかけるの忘れてた。よしこれでもう玉ねぎできました。はい、玉ねぎ炒めます今から。よいしょ、手がくせっ、くせっ、玉ねぎくせえなマジで。もう雨でもうテーブルがビタビタですけど。はあ、いやこの丸いやつすげえ使いづれえと思ってたけど、丸い炭めちゃめちゃ丸い炭の方がいい気がする。すげえ火付きがいい。はい、まあこんな感じでね、玉ねぎを何で炒めようかな、どっちにしようかな。うわわわ、これだけか。まあいいや。この僕の調味料バッグ、はい、調味料秘密です。何を作るかは秘密ですけど、はい、見ていただければ。バターでいいかな、オリーブオイルにしようかな。オリーブオイルにしようね。じゃあオリーブオイルまだ一回も使ってないんでね、オリーブオイル、はい、この中に投入していきますけども、よいしょ。ああそうか、まだもう一個切らなきゃいけないものあったわ。まあいいや、あれは後でいいや。ああでも今切っとかないとめんどくせえってことか。ああ今切っとかないとめんどくさそうなの。ああでもいいや、うん、今切るとまたそれはそれでめんどくさい。はい、なのでね、全然みじんになっていないみじん切りが完成しました。はい、あもうお水が乾いたんで多分もう入れていいんでしょうね。はい、はい、オリーブオイルバッグどこやったっけ。あここにやったわ。よいしょ、でオリーブオイルにこちらね、ローストガーリックをシャ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 っと少量入れまして、でよいしょ、さて炒めていきましょうかということでございますけれども、おお玉ねぎさん落ちちゃった。はい、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 なんだ今ビショビショビショっつったぞ今。俺の車のじゃねえ椅子の上になんか今絶対水の塊が垂れてきたぞ今。俺このまま後ろに腰行ったら多分そのままケツビショビショになるわ。ケツビショビショ、ほら見た見ろ、ほらやっぱり俺はそんなんで騙されねえからなバカがよ。よし、はい、ということでね、はい、よし、これで玉ねぎを炒めていきます。火力がちょっと弱いです。おい、火がつきました。はい、よし、炒めていきます。ガーリック
玉ねぎ炒めです。こいつをやってる間にあいつを入れます。はい、粗挽き胡椒を入れます。はい、ありがとうございます。どのぐらいまで炒めればいいかは分かりません。勘です。なんでやっていきます。はい、今日の料理は時間かかるよ、言っとくけど。結構火はいい感じでついてんだけどな、やっぱりこんなもんじゃ雑魚なのか火が。まあでもそうするとかえって後々助かるけどね、後々助かる。火力がザクの方が。火力がザクですけど、これザクなんでこいつをずっと炒めるの待っててもしょうがねえんで、もう違う作業に移ります。違う作業は何かというとですね、こいつで作ります。アルミホイルの変な火にかけられるやつ、はい、こちらの中に442g の合い挽き肉、はい、もう何を作るかは、はい、ご想像の通りでございますけどもですね、はい、合い挽き肉をシャキーンドーン入れていく。やばい、このサイズじゃちょっときついかな。もっとでかいボールじゃないときつかったかな。あららら、ちょっと 442g なんで、まあ約1ポンドですね。はい、1ポンドの合いびき肉、1ポンドの合いびき肉に133g の牛ひき肉をドーンで、卵さんね、よいしょ、あ、卵さんを、これ一つでいいのかな、600g 焼く、はい、卵は一つでいいんですかね。うわ、生卵の味だ。これここに取り返します。はい、それで卵さんと、まあやっていきながらちょっと1個で十分、本当溶いてもねえけど大丈夫かな溶きもしなかったけど大丈夫、卵溶かなかったけど、うん、知らねえ。うわ、ちょっと手袋が、うわ、溶いてないけど大丈夫だよね、なんとかなるよね。この辺卵が固まっと、うわうわ、合いびき肉がここら辺に残骸として、よしよし、大丈夫かな。髪が邪魔、また帽子持ってくるの忘れてたんだよな。よし、これ1個で本当大丈夫？ガチ？ 1 個でいけんの？これちょっとごめん、これダメだ、無理、これちっちゃすぎるわ、器が作業効率悪すぎる。まあいいや、めんどくせえ。ちょっとこの手袋もずれてくるし、ほんでこの辺が緩いんだよな。これもう1個入れるか、もう1個入れるわ、なんかなんとなくもう一個入れたい方がいい気がする。ビニール袋に全部入れて、あ、賢い人おるじゃん。
すごっ、え、天才いた、え、天才いたじゃん、マジかよ、天才がいたわ、コメント欄に、マジか、ちょっと手袋バイバイ、え、天才おったわ、ガチかよ、なんだよ、もっと早く言ってくれよ、フリーザーバック、天才おるじゃん、なに、もっと早く教えてえな、よし、フリーザーバック、デデデン、よし、いってらっしゃい、あれ、うん、こうやってこれも全部入れちゃう、全部入れちゃってドーン、よし、ひき肉がもったいないから、よし、よし、なんだよ、天才いたんじゃん、この中に、ていうか、ていうか、こいつ雨まみれになりそう、こいつを、あ、こいつどこに置く、あ、こいつホイールをかけとけばいいのか、あ、でもホイールかけたら保温しちゃうわ、どうしよう、うん、卵も足した方がいいよね、やっぱね、ちょっと粗熱を取りたい、こいつの上で、こいつの上で、うん、で、でですよ、卵を、よし、卵もう一個足します、卵を足してもうこうやって振れば、振れば中でシャカシャカシャカってなってさ、こうもう出てこないから、無理かね、これであれしよう、混ぜる、よし、むにょ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 タイム、テレテテテレテテレテテレテレテテテテテレレテレレテレレテレテレテテテレテ、待って、まだ待て、まだ待て、お前たち、今お前まずは卵混ぜ混ぜタイムだから、今順番に行くから、ハニースラッシュ、よし、よし、ドーン、あ、またまたこいつずれとる、こいつご飯がむにょむにょタイム、むにょむにょしていたらむにょむにょしちゃうの、いやよ、いやよ、いやよ、見つめちゃいや、よし、むにょむにょタイム終了、ここに多分これでいいんじゃないかなって思ったんだけど、ホイップ破いちった、ホイップをぶち込みます、これどのぐらい入れりゃいいんだろう、知らねえ、いやよ、いやよ、いやよ、見つめちゃ、こんなに入れる、でもこれ残してもマジで意味ねえから、使う道ねえからな、なになに、え、斬新、え、斬新なの、え、入れないの普通は、え、ガチ、え、なんか入れるかなと思ったんだけど、え、入れるかなと思ったんだけど、入れないの普通は、え、嘘でしょ、斬新、え、嘘だ、普通は牛乳、ガチ、ホイップじゃダメかな、まあ両方、え、でも両方さ、まあ乳製品だから大丈夫じゃね、
両方乳製品だし、うん、え、斬新なの？ガチ？この線をハサミで起きるけど、ハサミねえけど今俺バカかよ。ハサミボックスの多分奥底に入っと、うん、斬新なの。バターと考えれば分からん、分からん。ちょっとこれ汚ね、ちょっと見て、ちょっと見て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 、ゲロ、やめろやめろ。人が今から食うんだぜ。マジでこれでパン粉、パン粉ってどんぐらい入れんの？どんぐらい入れたらいいの？え、パン粉がわからん。パン粉どのぐらい入れたらいいのかがわからん。ちょっとパン粉マジで未知。え、もうちょっ、え、パン粉マジ未知なんだけど。え、何このパン粉、パン粉ってどのぐらい入れたらいいの？このぐらいで OK？ 本当？いやよいやよ、こんにちは、パン粉多め。絶対嘘じゃん、絶対。本当？うん、嘘でしょ。お前たちなんかたまに嘘とか教えそうだからな。うわ、でもなんか、うわ、なんかゾンビの肉みたいになってきた。片栗粉か小麦粉ない。うん、美味しい。本当？うわ、ガチ。これこれなんかもうちょっと生クリーム入れていいんじゃね？なんかわかんねえけど、もうちょい入れるわ。でもこれ残してもしょうがないっていうところもあるんだよな、正直。結構入れたな今俺。結構見切って入れたな俺今。やばいぞこれ、見切りでかなり入れたぞ今。ひょいひょいひょい。ほんと？美味しくなる？え、てか俺調味料何も入れてなくない？調味料、あ、これだ。はい、こちらに、おお、取れちゃったこいつ。え、困るじゃんこれ取れちゃったら。し、蓋閉める、あ、し、うんうん、閉まった。うん、あー、取れちゃうじゃんお前。なんでそんなすぐ取れちゃう系のやつ、お前。マジで意味わからん。大丈夫？よし、これでドン。まずブラックペッパー、ブラックペッパーシャバシャバっと入れまして、はい、次また調味料増えたわ俺。またお前謎の調味料が増えすぎるんじゃい。ターメリックとかガラムマサラとかうんことか。うん、はい、こちらナツメグ。うん、見えねえし。ナツメグ、はい、ナツメグさんを入れまして、どのぐらい、もうちょい、よし。でクレイジーガーリック、はい、クレイジーガーリックを、まあこれ塩の代わりなんでね、こいつは。はい、こんなもんで、よし、蓋を閉め、また取れちゃった。大丈夫これ？はい、モニョモニョタイム入ります。モニョモニョタイムです。モニョモニョタイム、混ざってる気がしねえんだけど、ね、うまいこと混ざり合ってる。混ざっとんかお前な、お前は混ざりよんかって。もうなんか粘着質になってきちゃってるからさ、こいつがさ混ざっとんかどうかわからんのよ。ちょっとこれ一回ちょっと開ける。
このさ、フリーザーバッグのこいつがいちいち取れるのがうざいな。これ、雑魚フリーザーバッグじゃん。ん？開いた？あかんやん。あかんくなった。開いた。開かな、うん、知らん。さて、ここに先ほど炒めた玉ねぎをぶち込んでいきます。多分粗熱は取れてる気がします。おそらく多分ね。よし、こいつらを突っ込んで、はい、炒めた玉ねぎをぶち込みます。はい、打ち込みました。はい、いい。で、また混ぜます。なんすか、パン粉3倍は必要。本当？ガチで言ってる？そんなにパン粉落ちになっちゃうこれ。もう俺もジャムおじさんになっちゃう。こんなそんな入れるの？え、めちゃめちゃジャムおじさんになっちゃうよ俺。え、形が崩れる。もっとつなぎを入れなさいっていうこと？本当に？ガチ？え、俺が作ったことないと思ってなんか騙してない？そんなことない？おいす、え、大丈夫？入れるよじゃあパン粉ガチで。うわ、きったれ。ガチで入れるよ、じゃあ。入れる？ほんと？え、結構入れたつもりよ、今でも、言うて。かなり入れたよ、今。うん。かなり入れたよ今俺。そんな入れる？それもうむしろカレーパンじゃんぐらい入れたよ今。なに、お前カレーパン作りよんのぐらい入れた今、うん、よし。大丈夫？こんにちは、うん、今ハンバーギー作ってる。え、ちょっと、え、またこいつ外れよる。よし。え、ほんとこれなんかこの辺なんかでもまだなんかゆるいはゆるいよ、まだでも結構ゆるいけど大丈夫？これだいぶゆるめよ。牛肉しか入ってないとまとまりにくい。ホイップももう少し。本当？いやでも牛肉だけじゃない、これ合いびき肉よ。合いびき肉ちょっとじゃあ一回見せるわ、どんな感じになったか今。うん、俺の調子悪い時のうんこぐらいの感じ。ほら、あ、でも確かに本当だ。もっとだ。卵は2つ入っと。もっとだね、これね。パン粉ね。ほら、下の方なんか、まだこんなだもん。ほら。あ、もうちょいだな。確かに。言われてみたら、中見てみてよかったわ。うん。ね。片栗粉、小麦粉、そんなもんね。うん、確かに。こんにちは。確かにだわ。これもうちょいだ。え、こんなにパン粉って使うんだ。ハンバーグってパン粉じゃん。ジャムおじさんじゃん。こんなちょホイップをちょっと足すか。残してしょうがないからもう入れちまえこれこの辺が良くないんだよね俺の料理ね、マジで。こんなホイップなんか使わねえからいいやっつって、もう残ってもしょうがない、捨てるだけしかないからもう入れちまえっていうその勢いでやっちゃうのはいけないんでね。うん、こういうことやるから良くない、うん、マジでやっちゃった。
やっちゃった。一パック使っちゃった。生クリーム。まあいいか。まあいいべ。なんとかなるべ。うん。ちょっとアーコメントやめてもらっていい？ちょっと不安になってくるから。不安になるからアーっていうのやめて。本当に。うん。パン粉追加。ええ。ちょっとパン粉そんな。嘘でしょ、パン粉まみれじゃん。そしたら俺パン粉おじじゃん。もう嘘でしょ。おいマジで言ってんの？お前たちさ、ほんとさ、そういうさ、絶対嘘でしょ。これまた俺のことをそうやってなんかこう やってるだろお前ら。ホイップ入れちゃったから。ほらお前らのせいで雨強くなってきた。なんか雨強くなってきたし、ちょっとよし。うわー、なんだこれ、ゾンビの内臓みたいになってる。ちょ見る、ちょゾンビの内臓みたいになっと、シーチキンツナマヨみたいになっと。ちょっともう良いよこれで、もういいって、十分でしょこれで。よし、もういや、もうパン粉半分ぐらい使ったで、これもうガチで。パン粉祭りじゃんこれ、ガチで。なんなパン粉のやつ。うん、これも絶対無理よ。これもう絶対、もうパン粉、これもうただのカレーパン、もはや。もうパン粉がゴリゴリしとるもん、この辺もうできたっしょ、もう混ざったっしょ。もう俺早く食いてんだよ、腹減ったから。今何時だよ、ほんで今まだ全然焼けてねえんだから。うん、これやべえな。フライパン、あ、ありがとう。それナイスアドバイス。もうこれ同じフライパンでやるから、めんどくせえから。3時か。オッケー、よし、よし。うん、味薄い。結構入れたけどな。匂いでちょっと確認するな。匂いで確認する、うん、やばい、髪型がスギちゃんみたいになってる。スギちゃんやん。あー確かにちょっと薄いな。ナツメグ、全然出ないやんこれ。ナツメグ入れすぎ。これ以上入れたらやばい。粗挽き胡椒、何よいしょ、ガーリック、塩コショウじゃん、ガーリック、クレイジーガーリック。いやもうこれ以上やったらしょっぱみがパないでしょ。しょっぱみパナキでしょこれ。うん、どう、これで OK。 これもうこれ混ぜるのめんどいんだよな。もう腕が疲れてきた。これをずっと持ち上げつつこうやってやってるから、大丈夫これ。よし、なんかすごい袋にくっついてるから、まだもっと入れた方がいいのかな。パン粉すごい袋にくっついてるってことはさ、まだなんか何かが足りてなくない？多分大丈夫。え、中ちょっと待って、油、あ、入れてねえ。油あ、でもなんか、あ、
ちょっとでもまだ粘り気強いんだけど、ほらまだ粘り気強くね、ほらもうちょいパン粉じゃないこれ、もうちょいパン粉だべこれ、そうでしょ、俺もなんとなく分かってきたよ、これもうちょいパン粉じゃね多分、っていうかオリーブオイルでいいや、あフライパンに、あ油、だってフライパンに油まだやったってさ、今から俺成形するんだぜ、これくらいで平気、ほんと空気含ませた方がいい、多種多様なん、ちょっとこれ跳ねるな、逃がしとって場所がね、やっぱフライパン早かったわ、うん、フライパン早い、これよし、これで、あこいつでいいや、もうさっきこいつの上でドーンするわ、じゃあドーンします、はい、ドーンしますけど、今さちょっと雨が強くなってきてるけど、うん、雨が強く、作業スペースこのぐらいしかねえんだけど、作業スペースが狭すぎて、もうこれ、さてここに一旦ドーン、ちょっと揚げ物みたいになっとるフライパンが、え、ちょっとこれガチ全然出てこない、もう破ろう、破ります、よし、ドーン、この隅っこの肉とか絶対多分混ざってねえ気がする、これ隅っこの肉混ざってねえ、うん、フライパン下ろしてんだけど下ろせる場所がねえんだよ、ちょっと待って、袖まくっとけばよかった、それをまくっておけばよかったな、うわうーうわうわ、ゾンビの内臓みたいなの出てきた、すげえ、なんだこれ、よし、やべ全然混ざってねえ、多分これ全然色味がちげえとこがある、マジいい加減にやりすぎた、っていうかハンバーグでかくねこれ、もしかして、え、バカほどでかくね、っていうかフライパンを下ろしたい、でも雨降ってるからちょっと場所を作らないと、そのテーブルの下に逃がすわ、一旦こいつ、はい、あこれハンバーグバカでけえ、ちょっとフライパンがやべえ、向こう側に逃がすと今度はあれなんだ、よいしょ、ここをもう下にテーブルを置いて、この木の上にフライパンを逃がします、はい OK です、うわちょっと手が、あこれ今チャンス、こっちの手、こっちの手も俺あれしたいよ、まくりたいよ、一回逃がして、うい、よしできた、でもさすごくない、冬でさ山でさ腕袖まくっても全然寒くないよ、やばい、これどうす、え、これ何このお化けハンバーグ、ガチ、何このお化けハンバーグ、これ何これ、どうしたらいい、どうしていったらいい、これもうわからんよ、これもうどうしていったらいい、これ混ざってないし、ほんで、うん、で こうやって空気なんか小学校か中学校の時にさ家庭科でやったわ、こうやってなんかパンパンやってこうやって空気抜くみたいな、ねえ、ひと塊ひと塊にして、あとはもう最後はホイールで じわじわ、うん、あれいく、いや、やっぱでかいでかいハンバーグを食うっていうさ夢あるやん、うん、
そこは譲れないよ俺。うん、でかいハンバーグを食べたいっていうさ、この夢、男のロマン、今日は男のロマン飯だから言うて。そう、え、握りつぶしてこねて最初からもう一回こうやってつぶ、こうやってこねるってこと、もう一回こねるのか俺。あ、なんか手にさ、なんかオイルつけてさ、なんかこう手にくっつかないように手にオイルつけて、なんか昔こねた気がするけど、これ手にオイルつけた方がいいの？まあいいか。よし、もう形を作ります。これやっぱりちっちゃい、ちっちゃいフライパンじゃ無理だな思ったけど、これちっちゃいフライパンの方じゃ無理だ。なのでよし、ちょっと一回エスケープして、あ、はい、こちら、ちょっとこちらにあるんですよ、フライパンがね、テーブルフライパンが、ね、はい、これを火にかけます。はい、あ、っていうか違う、これ違う、俺今違うことしてた。これをね、こうして、ちょっと髪の毛邪魔だな、オリーブオイルをもう垂らしておきます。オリーブオイルを垂らしておきます。こんなもんでいいのかな、わかんないですけど。で、オリーブオイルをちょっと熱しないと硬いですね、オリーブオイル。っていうか、こいつもう死んでるやん。ちょっと待って、やばい、ハンバーグを焼くのにコンロが、ご飯ができてなかった。危ない、気づいてよかった。ご飯やばい。よし、コンロ、これ終わった、コンロが終わりましたので、こいつを、新しいボンベをつけまして、はい、おお、すげえ、ガスの勢い強え、ガスの勢い半端ねえ。なんでこれ水入ってる、こいつに、あ、違う、こいつにもうここで成形していこう。じゃないとこいつを持ち上げるなんて無理で。よし、できた。よし、いきますね、ハンバーグを。なんだこの変な草は。邪魔だ、草が。よし、わあ、ほわあ。よし、何、ここで成形して、ここでもう焼いていく。だって多分相当、これ多分いっぱいになるよ。いや、絵じゃなくて、だってそうじゃん、いっぱいになっちゃう、こうやってやらないと。だって厚みが、こんな厚み絶対火通るわけないもん。うん、これ、え、いやだってそうするしかないでしょうよ、もう、もはやこうするしかないよ。え、これいいでしょ、空気パーンって。いや、もう空気抜けねえ。うん、もうこの、だってこのサイズよ、フライパンにいっぱいになるんだよ、フライパンいっぱいサイズよ、ほら見てよこれ、男のロマンハンバーグだから、これ男のロマンハンバーグなんだよ、うん、これでもう、よし、男のロマンハンバーグ、おお、またこいつこっち来てる、男のロマンハンバーグ、これひっくり返せんの？できたでしょ、
いいだろう、いいだろう、男のロマンハンバーグいけるだろう。さあ火にかけます。いや俺過去初の失敗動画になるかもしれない。これは怖い、これは怖いよ。ちょっと火力が弱くなってきてるんで、火力をまず、来い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 、よっしゃー、よし、男のロマンハンバーグ、これもういきなりもう蒸していこう。もういきなりちょっと火が通るかどうか分かんないんで、多分通らないと思うんで、はい、いやいやいや、男のロマンハンバーグ、これは何としても成功させたい。これもし失敗したら俺男のロマンハンバーグちょっと研究して、次はちゃんと何かしらのレシピを見て、リベンジするから、これ絶対、これ絶対俺はこれを達成したい。男のロマンハンバーグ、あーやっぱ炭が弱いな、炭が雑魚すぎる。これちょっとやっぱ風を送るか一回。今までいい感じだったのにな。ん？鍋ずれてない。ずれてない。うん、ずれて、そっちから多分見るとずれてるように見える。あ、こういうこと？このずれ？バーナー無理でしょ。バーナー意味あんの？あれバーナーどこ行った？ああ、炭にってこと？炭にバーナーは意味ない。今この段階だと。いや焼けない全然。いただきます。あーうまい。これでうんこめっちゃブリブリ出るわ。でその間にタバコ一本吸ってきますわ、うん、え、焼けてる？どうや、うん、完璧やったね。今の火つき具合、うん、ほら火ついた。ていうかフライパンが死ぬほど、何、コンロに変えて、あーコンロに変えて、いや炭で作りたい、うん、炭で作っていきたい。こいつは炭がいい、炭ハンバーグがいい。え、ジュージュー全然言わん、やばい、全然焼けねえ、焼ける気配がね。ちょっと一回バーナー投入するか。じゃあちょっと表面焼いとくか。
なんだこれは。なんだこれ、これだとでも炭じゃなくなっちゃうんだよな。炭火じゃなくなっちゃう。男のロマンが。よし、火がついた。頑張れ頑張れ、炭頑張れ。気合入れろ、炭。よし。ちょっと、どうしても炭でやりたい。あ、でもブクブクなってきた。え、なんか端っこのところブクブクなってきた。よし。端っこのところがブクブクなってきたよ。いい感じだよ。そうだこれ、火力との戦いだこれ、マジで。ずっと送り続けよ。よし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 、炭が生きてる今。頑張れ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 、炭頑張れ。気合入れてくれ。よし、気合入れろ気合入れろ。いけ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 、行け行け、頑張れ。おい、ここ消えたじゃないか。やめろやめろ、消えるんじゃない。一回頼む。来い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 。おい、ちょっと火との戦いなんだけど、これただの火との戦い、料理云々の話じゃねえこれ。でこいつはずっと滑ってくるし、こいつもうグツグツなっとんや。こいつお湯沸いとるわ。もうこいつ止めとこ。もうグツグツなっとんから。よし、こっち側だ。こっち側の火が消えた。頑張れ頑張れ。よし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 、もう疲れてきた。料理じゃないところで疲れとる。あ、もうグツグツ納豆見て、なんか蒸し焼きみたいになっとう。はあ、飽きてきた。ピンチ、飽きてきた。ちょっとやばい。これ焼けてきてる？もしかして。これどうやってひっくり返す？どうやってひっくり返そう。やばい。地味に。雨が強くなってきてる。これパシャンってやったら多分油めっちゃ飛ぶしな。どうしよう。どうしよう。やばい。発泡塞がりや。塞がった。俺の行く手が塞がった。こんにちは。やばい、俺の行く手が塞がってしまった。どうしたらいいんだろう。こうして一回こっち側に移して、あ、やばいやばいやばい、こっち側に移して、こっち側に移して、これを逆さに、行くぞ、行きます。はい、どう？ほい、全然焼き色足りなーいっていうね、ことでございますけれどもですね、
ビビって早くひっくり返した。ちょっと ビビって早くひっくり返しすぎた。はい、まだ焼き色が足りない。はい、あんまりうまそうじゃない。はい、謎バーグ。おい、俺は大丈夫か？よし。おお、なんかうまそうになってきた。あ、でもちょっとやっぱ味が薄いかもしれない。謎バーグの味が薄いかもしれないな。おー、焼き色がついてまいりましたけど、見て、謎バーグ途中経過。よし、あとは蓋を閉めて待とう。全然できんやん。ああ、全然できん。これはあと30分はかかるぞ、これ火通すのに。多分これ過去一の、今んとこ過去一のこれ地獄料理だな。過去一の地獄料理、謎バーグ。はい、こちら今日の料理名、謎バーグ。マジ謎バーグ、こいつで作った方が早いんじゃねえのか。ワンちゃん、ちょっと一回もうこれにしてみっか、試しに。謎バーグ、これナゾバーグ、肉汁で煮込まれよる。でもちょっとこいつの強さでいくと、やっぱりちょっとね、焦げちゃいそうな気がする。謎バーグだ、こっちでもうあとはじわじわ火を通していった方がいい気がするんだよな。なんでだろう、匂いがクラムチャウダーの匂いがする。マジで、うん、あ、そうか。じゃあこいつはここに置いといて、火をちょっと少しこうとろ火でかけておきつつ、こっちのコンロでソース作りをしましょう。はい、そうします。ソース作りです。こちらで、まず肉汁をね、ここにだらっと投入しまして、肉汁投入。はい、どうしようかな。肉汁投入してですね、あ、つくわけね。肉汁を投入しましてですね、こちらに
肉汁に、まずこれってどうやって開けんの？これ。え、壊れちゃった。蓋壊れち、蓋ちぎっちゃったこれ。え？あ、謎バーグの方大丈夫。醤油。こちら生姜、謎バーグ生姜、はい。で、本来だったらここに玉ねぎを入れる予定だったんですけど、1個切るのでもうめんどくさくなっちゃったんで、玉ねぎはもうないです。醤油、生姜、肉汁、はい。で、よし、みりん、みりん入れすぎたので、すげえな、強えな火力こいつ結構。で、醤油、醤油の蓋が取れちゃいましたけど、醤油、ちょっと強い火が。で、あハンバーグの中にサイコロのステーキを細切りにしたやつを入れようと思ってたのに完全忘れてた。俺今日すげえ忘れてんな。で、バター、なんかやばい音してた。バター、こちら万能クレイジーガーリック、なんでバターをこのタイミングで入れたかは、それはそっとしておいてください。クレイジーガーリックで、みりん、以上。これをソースがほぼほぼほぼ出来上がりです。本当？え？え、俺天才なん？これもうちょっと量いるわ。これめっちゃうまい。え、これめっちゃうまい。え、これめっちゃうまい。こんだけ何にもしてないけど、あ、ちょっとみりん入れすぎた。あ、みりん入れすぎた。完全にバカです。はい、すいません。醤油、いや、神ってる。これ神の領域だ。味変わっちゃった。何が足りない？何が足りないんだ。まあいいや、これで一つ目のソース完成。はい、完成。これマジでうまい。で、大根おろしが欲しかったんですけど、大根おろしなかったんですよね。はい、大根おろしをおろすのが嫌だったんで、僕めんどくさくて。だから大根おろしがそのままおろされてるやつが欲しかったんですよ。
それがなかった。どうすか、どうすか、ちょっとこれ絶対火通ってねえしな。あ、もう全然いい焼き色ですね。ただ 100% 通ってないんで、火はまだまだ地道に焼こう。まだまだ地道に焼いていきますよ。このソースはちなみにめちゃくちゃうまいんで、はい、そうそう、チューブ式のさ大根おろし売ってなかったんですよ、はい、なので残念なので、もう一個のソースはこちら、すげえ簡単な、これ ご家庭でもよくやるやつかと思うんですけど、はい、僕はもう子供の時はもうこれでした。はい、こちらソースの、はい、これに中濃ソース、あ、ごめん、中濃ソースいきなり入れちゃった、まずマヨネーズ、マヨネーズ、ドド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 ン、あち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 、お、飛び散った、うん、これ危ね、あっちで、マヨネーズの次は、こちらケチャップ、はい、これも一番シンプルなやつですね。中濃ソースで、もう一つは、どうしようかな、これでいいか、あ、じゃあローストガーリック入れとくか。はい、こちら僕の、あ、胡椒ですね、胡椒にしておきましょう。ローストガーリックはいいや、胡椒、ブラックペッパー、はい、これを、なんかスプーンなかったっけ、スプーンどこですか、あ、あった、あ、もうこれでいいや、箸でいいや、箸で混ぜます。はい、はい、ソース2つ目完成です。はい、さて、あ、刺して中からさ肉汁が溢れ出てくるってことはいいのかな、あ、こっち側が溢れ出てこない、多分、うん、中に火が通ってね、もうソース出来上がっちゃったからな、もう暇なんだよな、やることねえんだよな、もうあとはこいつが焼けるの待つだけ。よし、大丈夫だな、危ない危ない、気持ち頑張れ、火力が雑魚すぎる。よし、よいしょ、いや、ご飯をよそっといたらね、まだまだ結構多分ね、こいつが時間かかるからね、ご飯が冷めちゃう、外だから、ちょっとどうかな、今現状こんな感じっす、こんな感じ、うん、はい、これ火通ってなかった時マジでさショックでかいからさ、食ってる、え、これさ、ハンバーグってさ、刺してさ、なんか棒で刺してさ、中からじわじわじわってさ、肉汁が染み出してきたら OK なんだよね、違ったっけ、なんかそんなんやった気がする、小学校の家庭科で、違う、それで火通ってるか通ってないかあれだよね、え、雨音しとるしとる、ずっと雨降ってる、テーブルの上びしょびしょやんだって、うん、え、それで合ってる、誰かいないの、それで合ってる、
透明な肉汁が出てきたら OK、 出てこなかったらダメってことね。もう一回トライしてみるか。あ、もうめっちゃ出てくる。あ、ここ出てこない。あ、ここ出てこない。あ、もう全然雑魚じゃん。じゃあ、うん、潤ってなければ OK。 でも肉汁刺して出てこない。うん、一回潰すか、こいつで。こいつで潰そう。潰して一回ひっくり返すか。できるか、ひっくり返そうか。おお、繰り返してみます。ちょっと飛び散りそうだな。雨の雨音が強くなってきてる。よし、ひっくり返します。いけるか、頼む、来い。崩れる、おいおい、ビビらすね。崩れるね、頼むぞ、行くぞ。ほい、おい、油が吹き飛んだけど、うまそう。多分頑張れ。ちょっと肉汁が多すぎるな。肉汁こいつにちょっとこのケチャップの方に移しとくか、肉汁を。よし、よし、頑張れ。頼んだぞ、ハンバーグさん。よし、もうなんかお腹いっぱいになってきた。なんか料理してる間に料理あるある。うん、キッチンペーパーあれば油を吸わせられる。うるせえ、いいんだわ。もう最後うまけじゃそれでよしや。うん、これなんかでもあんまりうまくなさそうな気がするあんまりうまくなさそうな気がする。でもソースはもう間違いなく両方味見してめちゃめちゃうまかった。こっちのソースバリうまい。油の膜ができちゃった。クソうま、なんだこれ、うまそう。しょっぺ、うん、これもういけんじゃないの。ダメかな。もういける気がするしてきたんだけど俺。でもなんか絶対生な気がするんだよな。ちょっと割ってみっか。もうここまで来たら。ああ、箸がうざい割れ方した。うわ、見て、俺の握力強すぎない？俺の握力神かよ。もうちょいかな。え、ここら辺がやばいな、もしかして。ここら辺やばくない？ここら辺全然火入ってなくない？大丈夫？いや、いや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 、意外といけんじゃん。もういける気がする。タバコあと1本吸ったらもう行こう。もうダメだ。もう待ちすぎてもうだるくなってきた。よし、まずご飯。はい、本日も佐藤のご飯いただこうと思います。はい、なんすかなんすかなんすか、なんかすげえ長文きたな。なんだなんだ、もう少ししたら高校3年生になる。進学するのか、就職じゃ、就職は一応理学療法士。職業、就職するのか迷ってる。うーん、なるほど。もう少し、うん、いや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 、間違えた。もう少し高校3年生になるのですが、進学するのか就職するのか迷ってます。まあもう少しで高3になるんでしょ。いよいよあと1年、1年っていうか、まああと半年ぐらいあるわけよ。だから勉強し続けながら進学するっていう、何その、なんだろう、ご家庭のさ、なんだろうな、
事情的に進学ができる、うん、何学費とか出してくれるよっていう状況なのであれば、だったら俺は進学した方がいいような気がする。あの理学療法士も多分、俺理学療法士あんまよく分かんないけど、多分だけどさ、大学行っても大学出てからでもできるじゃん。要はそうね、その大学で勉強するっていうのもすごい大事なんだけど、もちろんあのいろんなこと勉強するのも大事なんだけど、あと4年こう宙ぶらりんというかさ、まあね、本当だったらちゃんとね、あの大学何やりたいかっていうのを明確にして、こうそれをね一生懸命やる方がもちろんいいんだけど、大学行ってちょっと宙ぶらりんな4年間を過ごすっていう、そこでまあ友達を作るなり、何かするなり、まあそういう4年間があってもいいかなっていう、もしその余裕がご家庭にあるんであればね、って俺は思ったりするけど、だから俺だったら大学に行くかなと思います。はい、うんと思います。僕は理学療法士は別に大学卒業してからでもなれるじゃん。でもしかしたら大学のその4年間の中でもっとなんかやりたいことが見つかってしまうかもしれないし、でただやっぱり大学行って大学行く時の俺の中のルールみたいなのがあって、授業はちゃんと出よっていうね。なんかよくさ、大学行って授業出ずになんかパチンコとか麻雀ばっかやってさ4年間過ごしてるってやついるからさ、そうじゃなくてなんか自分の可能性を広げるための4年間にしてあげればいいかなって俺は思うかな。はい、すいません下品なことして今、はい、おい、これ今綺麗にポロンって取れた。よし、今日のご飯も 600g でございます。 600g のお肉と、あ、違う、ご飯と多分おそらく1キロぐらいにはなってるんじゃないかなという1キロハンバーグ、おそらく1キロハンバーグということでね。はい、本日メインディッシュいきます。じゃじゃーん、本日のメインディッシュ1キロハンバーグ、多分1キロぐらいハンバーグいきます。ドーン、ドーン、ドーン、はい、できました、完成です。それでは食べていただきたいなと思っておりますけれども、はいはい、ドーンドーン、ハンバーグ、それではいただきます。お、ハンバーグが映ってねえ。おい、せっかくのハンバーグが映ってねえじゃねえか。あ、映った。それでは実食、せっかく作ったこっちのソースからいただきます。いただきます。まず、マジか、
嘘だろ。あのね、敗因はね、パン粉、あ、パンみてえな味がする。パン粉入れすぎた、これ絶対。完全なるパン粉の味、なんかパン食ってるみたいな味する。ほら、つなぎめっちゃ多いもん。わかる？つなぎが多すぎる、これ。敗因パン粉だ。そう、絶対パン粉。なんかめっちゃパン粉の味する。こりゃまあこういう失敗回もありますわ。だからほら見て、このパン粉の量多くね。ピント合わないけど、ほら混ざってないっていうか、でも今食ってるところ全部パン粉の味だからね。なるほどね、パン粉の量がね。パン粉です、これ。完全敗因は多すぎた。多すぎ、パン粉が完全に。うわー、これ皆さんちょっとね、ちゃんとパン粉の量はミスらない方がいいですね、これ。これベースをこれにかけちゃう。パン粉、ホイップとパン粉。失敗した。でもうまいよ。うまいけど、うまいけど、もっとうまく、もっとうまく作れるでしょって思う。もっと美味しいハンバーグ作れるじゃんって。ただ全然火は通ってる。火は全然通ってたわ。これは要リベンジですね。リベンジが必要。これは次回、この失敗作はリベンジしていくんで、僕は。ただうまいはうまいよ。うまいはうまいんだけど、ただちょっとレストラン行ってこれ出てきたらテーブルひっくり返すね。テーブルひっくり返す、これ。
うん。このソースはソースがうまいのが救い。うん。これでソースまずかったら地獄だけどね。ちょこれ熱い。ほんでもう一個ネックはねめちゃめちゃ熱い。うん。なるほどね。惜しいな。これ惜しかったな。やっぱホイップクリームを大量投入したところがミスだったな。まな板だね。パン粉ジップロック、これでもジップロックついと、ジップロックっていうかジッパーついと、いやー、しくったな。大根おろしてほしい。味変。味変の必殺大葉。はい。じゃん。よし。とか神かよ。やば。ソース作るときに入れようかなと思ってたんだけど、でけえから温度が下がらねえ。わあ。今とんでもないこと言っていい？腹がいっぱいになってきたんだよな。地味に苦しい。マジで。まだ半分しか行ってないのに。
嬉しい。うわ、シンプルに苦しくなってきた。このあの このハンバーグですけど、あのソースですけど、まあできたらすりおろしのオニオンとすりおろしの大根を入れてあげてください。こんにちは。うわぁ、雨の強さが半端じゃない。雨の強さが尋常じゃない。テント張ればよかった。シンプルに、暑い。うん。やばい。ずっとずっとおならが出続けてる今。
お持ち帰りです。ああ無理よう食べたわ、むしろここまで。ああごちそうさまでした。